台風15号の上陸から1週間が経ちましたが、千葉県では今も広い範囲で停電が続いています。南房総市で激しい雨が降っています。このように屋根にシートがかかっている家が多い中、雨はさらに強まる見込みです。およそ10万軒で停電が続いている千葉県では、一部の地域で未明から雨が激しくなると予想されています。朝まで電気のない真っ暗な住宅で過ごす住民も多いということです。15日は住宅の屋根などが壊れた住民が朝からブルーシートを張るなどの対応に追われました。まあ、いろいろね、やれることはみんなで協力してますよ。やっとかないとちょっと危ないかなって。